ダリア・メドバ、族。1990年10月23日、ヘルソン、ソビエト連邦ウクライナの歌手、女優、テレビのプレゼンター、モデル、作曲家、ソングライター。ダリア・メドバは、1990年10月23日に、ヘルソンで生まれました。子供の頃から、歌手の母親は音楽への愛情を吹き込み、 娘をピアノとボーカルの音楽学校に通しました。ダリアは学校を卒業した後、キエフに来て、キエフ修立多様性芸術大学に入学し、1年間勉強しました。ヘルソンに戻って、彼女は音楽を勉強し続け、合唱学部の音楽学校に入学した。彼女は、チェルボーナルタ、国会ゲーム、クリシュタレビノートなどの様々な音楽フェスティバルに参加しました。 学校を卒業した後、彼女は、キエフに引っ越しました。彼女は、ウクライナのショービジネスの中心であり、プロジェクトのバッキングボーカリストになりました。ニキティン・ユリ・オルガ・ゴルバチョは、北極。彼女は、バンドと一緒に100以上のコンサートに参加し、大きなステージでの演奏経験を積みました。2008年の初めに、ダリアのバンド初のミュージックビデオが撮影されました。 本当に本当に、同年秋、お願いの動画が撮影された。2009年7月、バンドはメンズ誌のウクライナ版の表紙に登場しました、プレイボーイ。同じ年、2009年に、バンドはアルバム、ホワイトスターをリリースしました。これには、グループのレパートリーにある11曲すべてが、含まれています。2009年10月、バンドは、 序章的な作曲のためのビデオを撮影しました。なぜ ?11 月18日、国立宮殿のステージ国立芸術宮殿、ウクライナ北極圏が第5回ゴールデンシャルマンカ国際音楽賞受賞式に参加。2010年に彼女はチームを去った。アークティックが音楽プロデューサーからの提案を検討した後、その時までに彼女は独自のオリジナル曲を手に入れ、 ソロのキャリアを始めることが決まった。ありがとうございます。